わかりますこの、ね、塗った瞬間のこのツヤ感、こことかもうボーンってきたら濃く見える。コンタクトが乾燥する、自己肯定感が上がるんですよ。ゆうこすもとチャンネル、皆さんおはようございます、ゆうこすです。今回はですね、最新の激モレモテメイクをやっていきたいと思います。モテメイク、モテメイクって何かっていうと、自分的にはですよ、ゆうこすが思うには、自己肯定感が高くてこうハッピーオーラに溢れていて、相手にもこの元気が伝わるような、そんなね、幸せな多幸感の溢れるメイクかなというふうに思っております。なので今回はね、それの最新版ということで、まあモテメイクもね、私も常にこう研究していく中で変わっていきますので、まあぜひね、見ていっていただけたらなと思います。それでは動画スタートでございます。さあやっていこう。まずはカラコンです。ででん、チューズミーのベイビーブラウンです。もうこれはですね、本当に年末、この前ね、なんかモアコンタクトさんっていうすごい有名なあのカラコンサイトとかでもモテカラコンにすごい選んでいただけたりとかしていて、すごくですね、自然でバレづらくて、なのに瞳を1ミリぐらい大きく見せてくれるっていう。え、わかんなくないですか、すごい遠目で見たら。まあ、近くで見てもそんなに分かりづらいと思うんですけど、そう、すごくいいんですよ。これはもう普段使いカラコンって感じですね。黒目さんでもチャメさんでも使いやすいカラーかなと思います。ていうかそこを意識して作りました。うん、こんな感じです。で、続いてスキンケアから。メイクはスキンケアから入らないとダメですからね。はい、はい、イワンの、BQ トリートメントローションです。もうこれは私が大好きな水仙ジェノリ多糖体っていうヒアルロン酸の5倍以上もの、あの保水力を持つ成分が入っているので、もう本当にもっちりした肌にしてくれるんだけれども、さっぱりしている感じなので、メイク前には本当にぴったりですね。続いて、まあ、シリーズなんですけども、 BQ クリアセラムエマルジョン、まあ、美容乳液ということで、すごいね、液体みたいなんですけど、ちょっと面白いテクスチャーをしていて、ちょっと粘り気がある、オクラみたいな。オクラ言うなって感じなんだけど、オクラみたいなテクスチャーで、まあ、これも朝にぴったりというか、まあ、ベタつきすぎないので。でもこの前メイクさんも使ってくれてて嬉しかったです。で、イワン BQ トリートメントクリーム、これもね、すごい軽いんですよ。クリームって結構重いイメージ持たれるんですけど、わかるかな、このホイップみたいな。なのでこれを使っていきます。オーガニックってこう白残り、すごい白く残っちゃったりとか浮いちゃったりとかもするんだけど、そういうことも一切なく、結構オーガニックなのにスッと馴染んでくれるっていうのは、ここはすごいですよね。で、最後にオイル。意外とね、メイク前にオイルって思われるかもしれないんですけど、いいんですよ。イワンの BQ トリートメントオイルです。これ、永井香織さんも、あの、メイクで使ってくださっていて、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。これはね、本当に数滴、1、2、3滴ぐらい取って、全顔に塗るっていうか、私は最近ポイント使いにハマっております。まず目の周り。この辺ね、乾燥して、乾燥によるメイクよれとかがすごくできちゃうので、あと、口周りとかも乾燥しちゃうんですよ、私。口周りにのせる。あと、おでこも中央あたりが乾燥しちゃうんで、こういうオイルの部分使いをして、最後にこう合わせて、すごい薄く馴染んだ手で、まあ全顔に馴染ませていくという感じです。で、軽く時間を置くというか、5分間ぐらいスマホ見たりスマホ見たりスマホ見たりしてますが、はい、というわけで5分間ぐらい置いていきたいと思います。はい、というわけでちょっと肌質もいい感じのもちっと具合だけれども、ベタつきすぎない感じになってきたので、まあ例えば小鼻とかがなんかちょっとベタつくなった方は、軽くティッシュオフしてあげたらいいんじゃないかなと思います。じゃあいきます。まず、下地。MAC のストロボクリームピンクライトです。これ、あのね、ここにね、保湿クリームって書いてるぐらいなんですけど、すごい保湿してくれるのに、あの、ツヤ感もすごい出るんですよ。多分、ストロボクリームって出るぐらいだから、光がね、すごい集まるというか、ストロボ効果があるというか。わかります?この、塗った瞬間のこのツヤ感、こことかも、わかる?このツヤ感。これがね、すごいんですよ。やっぱ後からのせるハイライトもいいんだけれども、やっぱ下地の時点で、こうやって全体にツヤ感が出ていることで、こう、幸せ感というか、多幸感、ハッピーオーラが半端なく出るので、もう下地から馴染ませておくのはすごい好きです。で、塗りすぎ防止のために手で馴染ませる。最悪首に流す。なんかスポンジを使うこともありますが、スポンジを使うと結構取れるんですよ。スポンジの方に行くじゃないですか。手はあんまり取れないから、つけすぎた時はスポンジ、そんなにつけすぎてないなって時は手でつけます。そんな感じ。私はなんかめんどくさがり屋なのもあって、手ですることが多いです。続いて、これ私も何回も紹介してるんですが、
ウォン・ジョンヨのトーンアップベース02番のライムイエローです。ですごい赤みが出やすいので赤みをカバーしていきます。この辺とかすごい鼻周りが赤みが出やすい肌質らしくて、なんか病院の先生にもあなた以上に肌薄い人初めて見たみたいな言われて、そんなにみたいな。でこれ結構白くなるんですよ。イエローなんですけど白くなるので、ほんと中央だけもう部分使いでいかないとちょっとまずいですね。こんな感じで軽く広げたら、それこそスポンジで叩き込みます。こんな、私はアンドビーのスポンジ使ってるんですけど、な限定カラーの緑。ほら、髪引いた。すごくない？すごいよね、本当に。やっぱ下地は偉大。下地は偉大。大事なことだから、2回言いました。続いて、セランパサランのアンダーアイブライトナーです。これは、こんな感じでですね、黄色とオレンジ。もう底見えしてるんですけれども、オレンジを目の下に入れます。クマがあったらそのハッピーオーラってのが出ない。やっぱくすんで見えるし元気がなく見えちゃうので、やっぱ元気がない子ってやっぱり多幸感ではないじゃないですか。そういう意味で私はモテメイクじゃないなと思っちゃうので、やっぱクマ隠しっていうのは結構しっかりとやっていきたいので、オレンジ上からファンデーションで後で色を合わせるので、がっつりとオレンジを入れちゃいます。で下地を塗ってでもそれでもちょっと赤みが出ちゃう部分ってあるじゃん。私例えば小鼻とかなんだけど、小鼻の部分にイエローを入れます。事前にこういうカラーものでこうカバーをしておくことで、この後のせるファンデーションが薄くできるんですよね。やっぱこう薄塗り感が出て思わず触りたくなるような肌になるんじゃないかなと思います。で口角周りもくすんじゃうので、ここら辺にもイエローを入れときます。くすみが出始めたんですよ。悲しき悲しき。もう下地の時点で結構カバーされてる気がします。そしてもうファンデーションはずっとこれです。最近アンジールのエンチャッテッドクッションファンデーションのライトベージュです。もうこれももう下地でカバーしてるんで少量ですね。本当にチュン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 ぐらい。さっきのクマの部分オレンジだったからクマの部分を隠しつつこう広げていくという感じ。これもすごい保湿力に長けているのと、光を操って凹凸を光で反射させて見せてくれるようなパウダーが入ったりとか、皮脂吸着パウダーが入ったりとか、口コミとかレビュー見てたら、私もそう思うんだけど、マスク好きというかメイクよりしづらくて、まあでもそういう口コミの方がすごい多いですね。ツヤツヤ、ベタベタすぎないのにツヤ感出るみたいな、この絶妙なテクスチャーがすごい好きです。で、とんがらさして小鼻。それなのに天然由来成分 99% ですが、肌にも優しいからさ。で、口角にはこのラインを使って押し込んでいきます。待って、意外と赤みとかは、こめかみとかにも出やすいんで、しっかり塗ってますね。鼻のここ、ここ塗り忘れちゃうんですよ。で、最後に余ったやつで眉下。ここもくすみがちだったりとか、色ムラ出ちゃうんで、眉下。完璧じゃないベース。割と完璧だよ。で、パウダーですね。エレガンスのラプードル。オートニュアンス1番です。これも本当に毛穴飛ばしてくれるの好きなんですけど、私は前髪下ろすので全部まずおでこは塗っちゃいます。だけどパウダー塗りすぎちゃうと本当にマットすぎて、まあメイクは TPO だと思っているので、例えばちょっと上司の方と会う時とかしっかりした時はパウダーをしっかりに塗った方がいいと思うんですよ。上質な感じというか。だけどもまあそうじゃない時とかプライベートの時はデカらしたくない分今は塗ったんですよ。顎とか小鼻とかで、ちょっとよれやすい目の下だけ塗っておしまい。で、このぐらいの時点であれ塗ってきます。いつものあれ。キャンメイクの、プランプリップケアスクラブ02番。これね、色的にはなんか、え？みたいな。なんか、蛍光？みたいな色してるんですけど、塗ると意外とそんなことなくて。ほら、ちょっと血色良くしてくれるぐらいの。で、スクラブが入ってるんですよ。なんかこう、ちょっとジャリジャリみたいな。でも、このぐらいで塗っておくと、最後のリップ塗るときにちょうどよく溶けていて、この時点で塗っておくと、こう、プリンとしてくれるので、おすすめです。ハイライト。これも底面してますね。セザンヌのパールグローハイライト01番に、ナーズのブレンディングブラシ。これがすごくちょうどいいので、これを使って、筆に、こう、均一になじませて、鼻の高い位置。鼻の先。こう、テカらしたい。テカらしたいというか、ツヤ出したい分。何？テカリって何？嫌だ。で、唇の上とかにすると、顔に立体感が、ほら、こことか。ここら辺とかマットなんだけれども、テカリじゃない！ツヤの分には、ツヤが、光が入るという最強のベースでございます。続いて、どうしようかな、眉から行こうかしら。あ、足を。なんか、男性は特になんですけれども、相手から見た時って、やっぱ喋るから一番動くこの唇？目とかって動けたまま、瞬きぐらいじゃないですか。で、頬も、まあ、そんな動かないと。一番動くの、YouTube 見てても気になるのって唇だと思うんですけれども、その唇の色でメイクが濃いか薄いか判断しちゃうらしくて、これなんか、わかんないけど。で、例えばここに、
どんだけ薄いメイクでもここに赤がボーンってきたら濃く見える。で、逆にパーソナルカラーに合っていたりとか、ナチュラルカラーだとここら辺がどんだけ濃くでも薄く見えるらしいんですよね。なんじゃそりゃと思ったんだけど、まあだから今回は私のパーソナルカラーに合った色にしつつ、ちょっといろんなメイクしていこうかなと思うんで、まず唇からじゃあメイクをしていこうかなと思います。これはよく持論でよく言ってるんですけれども、パーソナルカラーって人の肌に似合うか似合わないかじゃなくて、顔色を明るく見せてくれるか暗く見せてくれるかなんですよね。なので、例えば唇を逆に目立たしたい、ちょっと今日は挑戦的なメイクにしたいよって時は、逆のパーソナルカラーの色を使ってあげるとかしたら、唇が浮いて見えて、まあ目立つんですよね。だからそういう使い方もありなんじゃないかなと思います。で、今回はちょっとオレンジとピンクを使っていこうかなと思います。アンジールの、センシュアルリップスティックですね。まずは、アザレアオレンジ。もうオレンジは私の得意カラーです。だってイエベだし。これはね、すごい滑らかな塗り心地で、高発色で、潤いもありつつ、ボリュームアップ成分も入っているので、なのにナチュラルコスメだから唇にも優しいし、私ほんと唇弱いんで、これはもう大好きですね。オレンジ可愛いよ。で、中央部分だけピンク重ねます。唇閉じてもらって、ピンクオレンジグラデみたいな、ちょっと今気分でやってみました。可愛い！これちょっとすごい春らしさもあるし、多幸感に溢れてるんじゃないですか？というわけで、じゃあアイメイクはちょっとオレンジ系でいこうかなと思います。はい、アンジールのイレジスタブルアイシャドウのオレンジピールというカラーです。もう見た目だけで可愛いまずはこの練りシャドウを取っていくんですけれども、練りシャドウを入れることによって何がいいかっていうと、すごく陰影が出て彫りが深く見えるので、アイホール全体に入れるんですけど、これ入れすぎちゃうと結構ね、ビビらしちゃうんです、相手を。なんかうおーみたいな攻めてますねみたいなメイクになるので、まあ、それはそれでこういう時にした時はいいんですけど、まあ今回で言うモテメイクみたいな時はちょっと気持ち狭め。で、これは植物性の軽いオイルで、使用感の軽いオイルを使っているので、まあ人の目の形にもよるので、一概にはもう絶対にたまりませんとは言えないけど、私は二重の幅にたまったことないですね。で、次のアイシャドウののせもよくしたいので、下まぶたにも入れておきます。これも下まぶたすぎちゃうと、ちょっとクマっぽく見えちゃうんで、本当にまつげの隙間を埋めるぞぐらいの感覚で入れていきます。で、続いて、チップにオレンジを取りまして、これどうしようかな。目頭に一回置いて、で、こう持ってくる。なんで目頭の方に持ってきたかというと、今からぼかしていくんですが、顔が中心によって見えて小顔効果があるというか、顔をキュッと見せて、後で髪の毛でフェッて隠すともう本当に小顔みたいな感じになるんで、まあ、中央寄りに、出ていきます。これはまあ、色乗せすぎない感じが私は好きです。ナチュラルオレンジって感じ。下まぶたにもオレンジ入れていきます。これはクマっぽくならないようにまつげの隙間を埋めるぐらいの感じで、結構もうね、ちょっと前まではこのテクをしてなくて結構クマっぽくなっちゃってたんですけど、コメントの方でクマっぽいよって言われて、まあ確かになと思ったので、アドバイスいつもありがとうございます。コメントはね、こう見えて全部見てます。会社やってるから忙しそうで見てないでちょっといるんですけど、全部見てます、コメントしない、まあ、返すのことはちょっと忙しくてできないんだけど、でも見てます。で、続いてこの締めカラーを取って目尻ナチュラル、そしてここ下の目頭の部分、ここに入れることでさっき言ったこうキュッとした目元になってくれるというか、こうキュッと揺らしてくれる、顔の中心に。それがね、最近可愛いなと思いますし、まあこの石灰ラインの代わりというか、目の幅もちょっと大きく見せてくれるし、印象的な目にしてくれるので、さりげなくですね。うん。で、じゃあラメ取ります。アンジールはラメが本当に優秀。アイホール全体に入れちゃいました。なんか大粒すぎず小粒すぎずで本当に優秀なんですよ。こんだけアイホール広げても結構大丈夫で、下には指で入れちゃいます。上も指で入れたけど、まあ、全体入れつつなんだけど、目頭あたりにちょっと入れるとなんか濡れツヤ感が出て可愛いですよね。こんな感じ、ここら辺で、眉いきます。色のバランス見たいんで。やっぱオレンジなんで、オレンジっぽい眉にしたいんですけど、先にちょっとスクリューブラシで整えまして。これロージーローザのブラシです。安いしいいよ。で、このマットブラウンと、ちょっとよりオレンジ感出したいんで、このオレンジを、ちょっと3対1ぐらいで混ぜて、私はね、もう眉毛サロンに行っていて、あとはちょっと埋めるだけ、色をのせるだけって感じなので、こんな感じなんですけど、まあ、眉毛がない人は先に描いて、後でオレンジをのせるって感じがいいと思います。で、描き方なんだけど、眉尻から描いていくことで残ったパウダーで眉頭になっていくから、よりグラデーションができてすごいナチュラルに見えてくれるので、眉尻から描いていくのをおすすめします。
眉頭描くときは目を、みたいな顔をして、ここをすごい広げる。こうやってたら毛が密集して見えるんですけど、こうやったら毛が密集して、なんかしてなく見えるというか、ここでこう、あ、ここ濃くなってんな、薄くなってんな、みたいなのを確認しながら塗ります。今日は徹底解説やね、本当に。うん。やっぱオレンジがからした方が、わかりますか？こっちの方が一気に馴染んだよね。印象的というか。シャレみも出るし、温かみも出るので、やっぱ眉に、私ピンクなり、オレンジなり、そういうちょっと温かみのある暖色系カラーを入れるのはやっぱ大好きです。はい、こんな感じです。で、ちょっと色先行でいきたいんですけれども、チークこれアイシャドウなんですよ。ホレンコスの、ベースシャドウパレット09、あ、ごめん、見間違えました。ベアシャドウパレット09番のブーケです。で、ここの色がめっちゃ好きで、私、薄めのオレンジ。オレンジメイクの時はこっち使うし、ピンクメイクの時はこっち使うんですけど、オレンジの時のこんなに、ちょっと薄すぎるオレンジみたいな色、ベージュオレンジみたいな色がすごい好きで。でもアイシャドウなんですよ。だからブラシにとってすごい馴染ませます。やっぱそうじゃないと濃く出ちゃうんで、で、笑って、高い位置に。もうこれは王道の付け方ですけど。で、これ軽くゴールドラメが入ってるんで、こう多幸感が出るんですよね。こんな感じです。もうこの時点で可愛いんだけど、私。いやん。で、ビューラー。私の目の形にはスックが合ってます。もうまつげは上げちゃおう。まつげは特に上げちゃおう。どうした？もう何回も小刻みにね、自分の思う理想のまつげになるまで毛先をカールさせなりしてください。私は根元からグイッとさせるのが好きです。カックンなのが嫌なので、もう、カカ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 
く二重アイライナー、影用ピンクです。まあ暖色系のメイクの時にはこのピンク系の涙袋が似合うよねということで、と笑って中央部分だけ軽く、もうすごい軽くですね。やっぱ涙袋を作ることによってここの幅がキュンってなるんです。この三角形をキュンとして後でこうシェーディング入れるんですけど、で髪の毛をちょっとバラつかせるとかで小顔よで、キャンメイクのアイバックコンシーラー01番、この細いコンシーラーを使って、さっきこのまつげの隙間にオレンジ入れたと思うんですけど、オレンジと今入れた影との間をこれで入れていきます。もうほんと絵を描くような感覚ですね。後でぼかすんで結構しっかりめに入れていきます。こんな入れて大丈夫ぐらい入れて大丈夫で、これを指でぼかします。まずね、左右からぼかすんですよ。中央だけぷっくり見えてほしいじゃん。なんかここら辺がぷっくりしてもさ、なんで目尻ぷっくりしとんのみたいになるから、まず端からぼかしていきます。で、中心部のぷっくりさせたい部分はちょっと軽くナチュラルめにぼかすという感じで、涙袋の爆誕いい感じですね。一気に引きで見てもシュッと下がったんじゃないかなと思います。この1ミリの差がね、変わんないじゃんって思われるかもしんないけど、やっぱこの1ミリの差、これをする工程によって、あの自分の自己肯定感が上がるんですよ。これをやってるし私は可愛くなれたみたいな、それが大事だと思います。で、アイライナー描いていきます。もうこれ私大好きなキャンメイクのクリーミータッチアイライナーの02番、これを目尻に入れて。ジェルライナーのいいところって固まるまでちょっと時間かかるじゃない？まあ10秒ぐらいだけど、あの固まるまでの間にいくらでも修正できるんで、こう爪で切ってしながら修正していきます。こんな感じです。で、まず目尻を描きましたら、目をなんかふんってしてまつげの隙間を埋めていきます。まずふんってして隙間を埋めて、ふんってしてそれを確認する。で、この時、この、今こう、ここが埋まってるの分かります？こっち埋まってなくて、ここ埋まってるんですけど、この粘膜についちゃうと、すごく、あの、目の眼病にも繋がっちゃうし、目の下にも、瞬きの瞬間にこう目の下にもついちゃうから、この、決してこの、ここ、このピンクの分には塗らないように気をつけてください。私は最近、目尻から黒目にかけてくらいのところだけしか塗らないです。二重の幅がそんなに広くない。平行型ではないので、不正広型なので、目尻だけの方がいいかなと。なんちゅうだろうね。こんな感じです。ほんで、マスカラ。ちょっとここが汚い。隠そう。デジャブの、キープスタイルマスカラですね。お洋服に最近ハマってます。これ私はまつげをがっつり塗るのが好きで。で、猪狩忍さんがおっしゃってたんですけど、まつげにこう全体的に塗るじゃん？塗った後に、ちょっとね、こっちに持ってくるまつげを。こっちに。目頭の方をしっかりやってあげるって感じかな。そうするとまたこっちに寄ってるんですよね。それが大事って言ってた。
意外と目尻の方にいっぱい塗って目頭の方のまつげを塗り忘れるってこと結構あると思うんですけど、ここを塗ってあげるとやっぱりしっかりとキュッと塗っていいよね。で、目の下、さあ下まつげ塗るときマジ息止めるよね。コンタクトが乾燥する。はい、こんな感じです。でもほぼ完成のところでシェーディング入れていきます。キャンメイクのシェーディングパウダー、私05番です。でも最後にシェーディングにしないとやっぱどうしてもね、なんかこうバランスが取れなくて、なんかただただ影の濃い人みたいになっちゃうから、この時点でゆっくりゆっくり入れていきます。まあ、こめかみからこうすごいぼかすように入れていって、顎の下めっちゃ入れるよみたいな感じ。いや顔ゴリラやん、ドンキーコング。デレデレデデレ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 。はい、でさっきのブレンディングブラシを使ってもう本当に薄く薄くなじませて、眉毛の下から目頭にかけてつながるあたり、ここ、この三角ゾーン、ここに薄く入れてあげることでこう美人感というか彫り深みたいになる。であとは鼻先を軽く薄く薄く、もう塗ってんの塗ってないのぐらいで薄く薄く入れます。うん、こんな感じですかね。やっぱちょっと陰影が入ることによって鼻が高く見える気がします。どうですか？というわけで、ちょっと、ちょっと、なんか、漫画に出てくる、ダサい少年みたいなの前髪してるやん。ちょっと前髪、いい感じにしてきまーす。はい、というわけで、メイクの完成です。もう自己肯定感も爆上がりだし、多幸感が半端なくないですか？やばい、自然と仕草があざとい。はい、というわけで最新の私顔も自己肯定感爆上がり、多幸感爆上がり、ハッピーワード全開な最新モテメイクを徹底解説してみたんですけど、いかがだったでしょうか？とても参考になったり楽しかったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。多分今回はですね、普段の動画よりもちょっと長めな編集になると思うんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。